イブリィシー昨日は皆様のコメントを読んで、一つ一つ返信していくのが陶器の生きがいで楽しいんですけれども、途中でクラクラっとめまいがして、あ、これはちょっと休んだ方がいいと思ったので、まあ、コメントのお返しを控えて横になってたらいつの間にか眠っていてですね、まあ、非常に長い時間眠って今日は快適に 目が覚めてよかったと思うんですけれども、まあ、今日少しずつまたコメントを返していきますので、時間がかかる時があります。あの、コメントを返すのが大好きで返すんですけれども、一日かかったりするところ、時がたまにありますね。体調が悪かったり、のっぴきならない用事が急に生まれたりしてですね。その時は少しお時間いただいて、待っていただければお、コメントのお返ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、日本はですね、地震があったり、台風があったり、 まあ、行き着く暇もなく災害大国なんですけれども、そんな場合はですね、ちょっと一日コメント、あの動画を、陶器の動画を出すのを控えたりしたりするんですよね。やっぱり現実の世界に立ち打ちできないんですよね。陶器はどこか夢のような不思議なお話をするのが大好きで、それで今回も UFO のお話、まあ、ロシアで起きた不思議な UFO ではないですね。今日はミイラ。 ミイラの呪いがあるのかっていうお話があるんですけれども、それをしたいと思いますが、本当に大きな巨大地震がバンって起きた時には、1日2日ぐらいはお休みした方がいいのかなと思ったりしますね。皆さんの,あの安全の方が第一なので、やっぱり現実に負けてしまいますよね。なんか心がもうどうしようっていうことでいっぱいになってしまうんですね。では今日のお話はロシアで起きた。 ミイラの呪いではないかっていうお話です。ロシアにウククの女王と名付けられたミイラが存在しています。千九百九十三年十二月。ロシアのアルタイ山脈、ウクク高原。そこで、ミイラが、まあ、偶然ですけれども、発見されました。ロシアの考古学者、ポロシマク博士と、モロジン博士が見つけたんですね。 なんと地下約5メートルの深さに安置されていたものなんですが、氷が覆ってあって、氷によってずっと保存状態が良かったそうです。そしてびっくりするんですが、なんとこの女性、ウククの女王のミイラは2500年前に生きていた女性っていうことがわかりました。2500年の間、氷の下にまあ眠っていたわけです。そして彼女は 鳥の大きな羽をつけた王冠のようなものを被ってあり、ドラゴン、竜と動物の入れ墨が施され、そして金箔を貼ったお皿だったり、純金のコップ類などもあったので、かなり地位の高い女性だったのではないかと言われているんです。それで詳細な調査研究をしなければいけないということで、当時のモスクワ生物構造研究所っていうのがあったそうで、そこに 運ばれることになりました。ところが、その時大変なことが起きてしまったんですね。ヘリコプターにそのミイラを積み込んで、みんなヘリコプターに乗り込んで、飛行していたんですけれども、突然、なんと、空でエンジンが停止してしまったそうです。みんな、もう自分は死ぬかもしれないっていう状況ですね。ヘリコプターのエンジンが上空で止まってしまったわけです。ところが、パイロットが一生懸命操縦してくれて、 無事に不時着に成功し、誰も傷つきなかったんですね。怪我もなく、みんな無事だったんです。ところが、やっぱりこのミイラで呪いがあるんではないかって言われ始めたんです。ロシアでは昔から死者の発を暴,暴く者に不幸が訪れるっていう言い伝えがずっとあって、もしかしたらこのミイラが呪いをかけているのかもしれないというところなんですね。 その当時のモスクワ生物構造研究所っていうのは、モスクワの地下鉄、モスクワの中心地地下鉄から、えっと、マヤコフスキー駅っていうところから車で5分のところにあるそうです。で、それでですね、そこでホルマリンと、あと他の特殊な溶液を入ったプールみたいなところに保管されたそうです。ところがやっぱりミイラの呪いなのか、 たくさんの教授、博士がいらっしゃる中で、一人だけ非常にこの研究は嫌だと、すごく嫌がっていた一人の教授が、突然ご病気になり、みるみる痩せて、一年後にお亡くなりになってしまったっていうんですね。すごく体が大きくって、丈夫な体をしていた彼がですね、最後には、 もうガリガリに痩せてミイラのようになってしまったと。つまりミイラと同じような体型になって、まあ、お亡くなりになってしまった。これもみんなを驚かせて怖がらせたんですよね。どうしよう。本当に呪いがあるんではないかって言われ始めています。でそのミイラが身につけていた純金のアクセサリーだったり、金製の入れ物。それがですね、実はその着ていたものが中国製のシルクの服。 だそうです。で、両腕にドラゴン。つまり、ドラゴンって昔から中国のシンボルみたいなところがあったそうなんですね。で、彼女、このミイラが発見された場所っていうのは、えー、先ほどお伝えしたアルタイ山脈ウクク高原っていうのがあるんですけれども、実は、中国とモンゴルの国境に隣接する場所で、かろうじてロシアの領土だそうです。ロシア側だったそうです。つまり、その昔、ロシアの領土ではなく、 昔はボーダーがあやふやだったんですよね。ここからここまでがこの国っていう、はっきりしたものはなく、そんなの、ヨーロッパみたいに、牛う,う詰めにいろんな国が密接しているところでは常に戦いが行われ、領土の取り合いっていうのがあったんですけれども、その大きくこう囲っているようなところってボーダーがあってないような、国境ですね。国境があってないような時代があったので、もしかしたら中国側のミイラの可能性はあるっていうふうに、 ま、言われてるんですよね。で、その、彼女が2500年全く手つかずで眠っていたのは、実はその彼女が、この眠ってる上に他の人のお墓が建ってたんですって。だからみんなわからなくって、他の人のお墓の下にまさかもう一人別のお墓があるなんてわからなくって、ずっと2500年眠ってたんですけれども、偶然発見された。つまりその、ロシア側の領土なので、ロシア側の博士たちによって発見されてるんです。 ところがですね、研究が進むにつれて、そして彼女の身長が170センチ。当時の女性としてはかなり身長が高いわけですね。そしてなんと遺伝子分析をした結果、完全にヨーロッパ人だということが判明しています。つまり中国の方ではなくヨーロッパ系の人ということになります。当時、その、ロ,ロシア系の多分ヨーロッパ系と思うんですけれども、 その中国のシルクっていうのはシルクロードみたいなところから運ばれたりして非常に高価なものだった。それを身につけているということは彼女がやはり地位が高かったっていうことが分かっています。そこは中国とモンゴルの国境近くということもあって中央アジアに位置する場所なんですね。で、当時スキタイ民族みたいなとこ、方々がお住まいになっていた場所で、なぜその中央アジアに 高貴なヨーロッパ人が暮らしていたのか、どうやってお亡くなりになったのか、病気なのか事故なのか、こういった死因の特定はまだわからないそうです。ところがわかっているのは彼女が27歳という若さで春に亡くなってるっていうことです。そして27歳の春に亡くなった頃、雨が降っていたのではないかって言われてるんですね。なぜなら氷のカプセルに包まれていたから、埋葬した後に 雨が降って地中に溜まり、それがそのまんま氷となって、そのまま彼女を守っていた、氷が守っていたんではないかと、2500年もの間彼女は冷凍されていたことになります。そして驚くべきことに、彼女のミイラはエジプトで作られたミイラとは全く違う方法でミイラになっていたことが分かったんですね。まずお亡くなりになった後、内臓をすべて取り出します。そしてその中に、 草を詰め込んでいくんですね、体の中に。そして全身を草を絞った汁で拭いて、そして顔には粘土を塗って、目にはブルーのガラスをはめ込むそうです。で、腐敗していなかった、そんなに腐敗していなかった主な原因がですね、もちろん氷に包まれて長期間保存されていたことが一番重要なことだったんですけれども、この草による効果も大きいっていうことが判明しています。 この草はバクテリアやウイルスを除去する働きがあるらしいんですけれども、残念ながら草はどういう種類なのかはまだ分かっていないそうです。好きたい民族独自の方法だと言われてるんですね。こういったミイラの作り方っていうのはですね。で、彼女の魂が、永久に生き続けることを願い、丁寧に埋葬したと言われております。 まだまだ調べなければならないことは多いと思うんですけれども、今のところ研究はそこで止まっているそうです。彼女はどこで生まれて、どうやってここに来たのか、一体彼女は何者でどのような人生だったのか、そういったことはまだわかっていないんですよね。そして彼女は発見されたアルタイ山脈近くにあるノボシビルスクっていう町に保管されているそうです。 まあ不思議なんですけれども、このようにエジプトのミイラとは全く違う作り方で、2500年前に、そこに住んでいた民族によって、丁寧にミイラにされて、こう、トの眠りについていた女性のミイラが、ウククの女王として発見されたんですよね。ウククの女王っていうのは、そのウクク高原という高原から名前をつけて、まあ女王様っていうふうに、後で、 発見した人々が名前をつけてるということなんですけれども、いや、こういう不思議なお話って多分世界各地にた残ってると思うんですよね。ロシアとかそのあたりっていうのは永久凍土といって全然解けない土地、ずっと氷の土地みたいなのもありますし、ですからそういった下にはまだ私たちがわからない世界が眠ってるんではないかなって思ったりします。 まあ皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。